ちょっと怖いですね。この辺から船が今どんどんと抜いて、急増化してるわけですね。結構スピードになってますよね。で、急増したいというのはあそこまで揺らぐと言いますか、揺れるものですか。そうなんです。まあ、急に発達にもいるんですよね。この追い求めない機体っていうのは、おそこに運転したら回りやすいですね。はい。今急増化してきたのが、佐賀の高橋さん。昨日まで行ってしまうとね、ちょっと痛い思いをしてました。確かにそうですね。しっかりこう、まず、ブレーキをかけて止めないと。ブレーキをかけるわけですから、ちょっと見守りましょうか。急降下するっていうことですね。はい。この呼吸の部分を見ると、今、バーサーを増加しましたね。ご覧いただけましたか。あれどころですね。そうですね。今日は多分ね、宮田さんじゃないですかね。そうですね。愛知の宮田さん、黄緑色の気球から降下された模様ですね。先ほどよく分かりましたね。そうですね。はい。まもなくね、これ高槻さんと降下する。じゃあ今目の前に来た高槻さんもそろ投げるんじゃないでしょうか。リチャード・ポリンさんが入団を言ってますよね。イギリスのリチャードさんも近づいてきましたよ。高橋さんは上空に向かいましたね。さあ、リチャードさん近づいてきました。ターゲットの場所なんですけれども、どちらかというとですね、大きな木の近くになりますかね。はい、あの辺りなんですけれども、どうでしょうか、お父さん。どれくらいのこう誤差でというか、メートルで落とすと成績がいいかなといったところでしょう。これも機械に越したことはないんですけど、なかなかね、しかし1万円単位のところにとは、バスケットの態度にマーカーをセットしています。そうですね、今もセットにかかっています。今そうなんです。あのバスケットの隙に壊して落とさないといけませんから、これはなかなかいいですよね。本当です、近づいてきました。手首から先が出てはいけないということなんですけれども、ほとんど落とすタイプの。そうです、こんだけ近いと、ね、見てると確かにいますからね。ちょっと距離とか見てないと、ね、確かに。それが落としましたよ。そうですね、風は昨日の調子でいるとまっすぐ落ちたようですけれどもね。あ、ミンカーさんが飛んできました。あ、本当ですね、目の前にやってきました。この辺りはみんなの今度の世界選手権の参加する。いやー、レベルの高い戦いになってますね。なかなかね、こう近寄ってくると下に行く人がいると急降下できないとか、そういう通常とできないと、なかなか厳しいですね。間にワッと入ってくるのはなかなかね、絶対いいですよ、はい、今16番でしょうか。私たち今一番近いところは三田さんのこれ見てください。三田さんが黄色ですね。さあ、そして今落としたのが16番の神奈川県赤間さんです。赤間さんもこれ上手ですよね。あ、上手ですね。さあ、三田さんが間もなく、はい、用意しましたね。三田さんがこれはもうほとんどカーデンを上に付けますね。あー、素晴らしいですね。さあ、どうなのでしょうかね。はい、今落としました、はい。藤田さんですね。次からいらっしゃった藤田さんですね。すごい戦いですね。本当に近いバーカーを使った。